静岡シネギャラリーは、静岡県静岡市葵区三行町11-14にある映画館、2003年12月20日に開館した。隣接する、法安市寺の男神都会館としての性格を持つ、サールナートホール3階にあり、50席と55席のに、スクリーンを有する。静岡市唯一のミニシアターである。開館時からの支配人は、法安市寺住職の藤原康次。 シネギャラリー1.2とも車イスター用スペースは存在しない。大安市市静岡シネギャラリーの入り口静岡、シネギャラリーの座席2003年の開館当時の静岡市には静岡オリオン座や静岡東方会館などの従来館やムービックス、清水などのシネマコンプレックスしか存在せず、静岡シネギャラリーは初のミニシアターだった。2008年に浜松市に シネマイラが開館するまでは、静岡県内唯一のミニシアターでもあった。大手映画配給会社の系列に属さない、単観系映画館として運営されている。仏教寺院が運営しているとはいえ、暴力や性的な描写がある作品を排除することはなく、その作品そのものの価値を考慮して上映する作品を選定している。劇場ロビーの丸窓からは、 北側の放安支持を見下ろすことができる。劇場内の内装はモノトーンに統一されている。劇場は映画館として設計されたものではなく、1995年から2003年までは会議室だった部屋を改装しているが、後部の3列には段差をつけられるほど天井が高い。年間130本から140本の作品を上映しており、会員には、 上映作品の紹介がついた解放誌が郵送される。2013年度のシネギャラリーの会員数は約4500人であり、全国のミニシアターでも上位に入るという。静岡市街地における、サールナートホールの一静岡シネギャラリーが入る、サールナートホール臨在味明信じ派、法安氏寺の後継ぎである、藤原康次は、戦中の1944年11月に、 静岡県静岡市に生まれた。京都大学法学部在学中には、外交官になりたいという夢を持ち、また司法試験を受けたこともあった。父親の死去によって1994年に、法安市寺の住職となった。藤原は1995年に、株式会社サールナートホールを設立。同年4月9日に、法安市寺の男神都会館である。 サールナートホールが開館した。当初は葬儀や法要を主要な事業に想定していたが、一般市民向けのコンサートなどの文化事業も手掛けている。1995年10月にはメインホールで名作映画の会員制上映会、シネサロンをスタートさせた。月2回の頻度で開催され、各回の上映前に映画評論家の石原育子による作品解説がつく。 1> 第1回は、ルキノ・ビスコンティ監督の、ベニス・ニシス。第2回は、フェデリコ・フェリーニ監督の、同。第3回は、ゲオルディ・シセン・エラーヤ監督の、放浪の画家ピロスマニだった。メインホールの会員制上映会は、東京、神田神保町の岩波ホールを目標に挙げ、地方都市で上映されることの少ない独立プロや、ミニシアター系の作品を35ミリフィルムで上映した。 しかしメインホールは常設の映画館ではなく多目的施設であり作品の上映期間や上映回数に制限があったこのために上映用の作品を求めても配給会社から断られることもあったメインホールでの映画上映会では8年間で約900本の作品を上映してきた2000年の静岡市には14館の映画館があったが すべての館が映画館の街として知られる七間町にあり、JR 静岡駅前などに映画館は存在しなかった。サールナートホールの入り口初上映作品となったローマの休日2003年12月20日、サールナートホール3階に常設映画館の静岡、シネギャラリーが開館した。約3500万円かけて会議室だった部分を映画館に改装している。 会館当初の座席数は45席と47席。シネギャラリー1の初上映作品はフランコ・ゼフィレッリ監督の永遠のマリア・カラスが、シネギャラリー2の初上映作品はウィリアム・ワイラー監督の名作、ローマの休日。2004年1月17日からのオープニング第2弾、上映作品は、シネギャラリー1がペドロ・アルモドバル監督のトーク・トゥ・ハー。 シネギャラリーにが、ピーター・マラン監督の、マグダレンの祈りだった。同年5月には、フランス映画祭を開催し、アンドレ・テシネ監督の、カゲロウ、コリーヌ・セロー監督の、女はみんな生きているを上映した。韓流ブームで人気俳優となった、ペヨンジューンが主演する、スキャンダルは、静岡シネギャラリーで全売券の窓口販売記録を更新した。 2004年7月10日から1日3回の上映で9日間に満席が15回、その他の回も80から90%の入りであった。観客の80%は中年女性だったという。市川雷蔵の映画デビュー50周年を記念して2005年7月9日から8月5日には市川雷蔵祭を開催した。新、平家物語、切られよサブロー。 弁天小僧など代表作15作を上映、大蔵の命日である7月17日には観客全員に味噌饅頭をプレゼントした。同年12月には静岡シネギャラリーが主催する会員特典企画として映画評論家のおすぎとシンガーソングライターの小室ひとしが出演するおすぎのトークショー小室ひとしのミニライブを静岡市民文化会館で開催した。 2005年以後、毎年の会員特典企画として、年末におすぎと小室等を呼んでいる。2010年の静岡市には15巻の映画館があったが、静岡市ネギャラリーの2巻を除く13巻は七間町の映画館だった。2012年に、果てぬ村の皆の舞台挨拶を行った土屋太市大鳥2012年8月には、SR 埼玉のラッパーロードサイドの逃亡者を、 上映し、8月4日には、入江優監督、主演の多くの絵タラップ指導の上、鈴木白秋の舞台挨拶が行われた。同年12月には、浜松市天竜区三作坊地区などが、ロケ地となった、果てぬ村の皆を上映し、シネギャラリーでは、関直樹監督や主人区役の土屋、太としおなどによる舞台挨拶が行われた。2013年12月には、 学体のウサギを上映し、12月14日には鈴木拓司家監督と主演の川崎候補氏の舞台挨拶が行われた。2014年4月には小鳥のついたち獄を上映し、4月6日には主演の古立漢字の舞台挨拶が行われた。2015年11月には千年の一滴を上映し、11月7日には柴田翔平監督の舞台挨拶が行われた。 2016年1月には、シネマの天使を上映し、1月16日には、及川かなおの舞台挨拶が行われた。2017年3月には、この世界の片隅に、と、マイマイシンコと千年の魔法を上映し、両作品を監督した、片淵主治家の舞台挨拶が行われた。同年6月には、標的の島風カタカを上映し、6月3日には、 三上地形監督の舞台挨拶が行われた。同年7月には、うつろいの標本箱を上映し、7月2日には、鶴岡慶子監督や出演者の舞台挨拶が行われた。同年8月には、アリーキャットを上映し、8月12日には主演の、久保塚洋介の舞台挨拶が行われた。同年10月には、米軍が最も恐れた男その名は、亀次郎を上映し、 10月6日には、佐古田彦監督の舞台挨拶が行われた。2018年7月には、返還交渉にいつか、沖縄を取り戻すを上映し、7月14日には、柳川教官監督の舞台挨拶が行われた。ありがとうございます。